はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。聞いてですね、ためにならない話ではないんで、ためになると思うんで、私の話はね、史上最強レベルの台風10号、なんかサンサンっていう名前ついちゃったらしいんですけど、ランランカンカンカンみたいな話なんですけど、ペイペイですかみたいな、上陸予想場所が大阪から名古屋に変わり、現在は28日9時頃、朝ですね、高知県直撃コースに変化いたしました。27から28、西日本で大荒れ、28から29日は北陸や東北が大荒れの恐れがあるそうであります。都内の天気予報はですね、今のところ27日の早朝つっても、朝1時とかそこら辺から28日夜半、12時、夜中の12時ぐらいまで、48時間ぐらいずっと小雨の予報になっております。皆さんくれぐれもご注意ください。小雨といえども、こんだけ48時間降りっぱなしだったら、総雨量っていうか全体では相当な雨の量なんだろうな。3月中旬、兵庫県西播磨県民局長の男性職員、佐藤元彦小敷知事を7つの問題で県の公益通報制度と報道機関に告発、伊予木部誠理事長の死亡とですね、選挙の事前活動と職員による選挙活動と、あとなんだっけな、オリックスの優勝パレードについてなんかぐじゃぐじゃあったのと、いただき、ねだり、小敷のこととパワハラと、あと一つなんだっけかな、忘れちゃった。小敷知事、あいつを処分できないかと人事局に相談。人事局、処分は公益通報に基づく調査結果を待たなければならない。公益通報だってなったら処分できないんだからさ。小敷知事、調査結果を待たずに処分できないか。だから公益通報だって処分できないってなる前になんとかやっちゃえないが、無理やりですねこれね。小敷側弁護士、法的には可能だぞ。小敷知事、今処分すれば風向きが変わるのではないか、まあ、自分に対する逆風がやむんじゃないかって、全くの私利私欲で無理やり調査結果を待たずに、これは公益通報だ、公益通報でないっていう判定を待たずに、処分しようとしている自分だけのために、人事局点点点って言って、結局言うこと聞いちゃったらしいんですけど、5月7日人事局が西播磨県民局長を停職3ヶ月の懲戒処分に、これは公益通報ではないというのに基づいてんでしょうね。言いがかりだみたいなことを人事局が判断したみたい。本当だったら調査結果待たなくちゃなんないのにね。しかし知事ってこんなに独裁できんだって驚いたんですけどね。法的には可能だっちったってさ、普通調査結果待つのが道理でしょ。で公的通報ではないって、なったらば言いがかりつけたということで処分する公益通報ね。いやはや7月西播磨県民局長死亡。いやはやなんとも胸くそ悪い話ですねこれ。無理やり知事が口封じのために処分した、調査結果を待たずに、これは公益通報だってなったら間違った処分ってことになりますよね。間違った処分のせいで7月にこの方亡くなってるということで、世論です。喫水の悪、これはひどい。口封じするために必死だったんだな。どんな悪いことしてたんだ。その7つの問題も結構調べれば調べるほど真っ黒なのが出てくるかもしれないですね。裏切り者は粛清だ、恐怖政治かよ、処分もおねだり。そういえば人事局に無理やり、圧かけて、サイコパスすぎる、少年の腐り具合がすごい、亡くなった方の親がかわいそうだ、全くだ、恨んでいいっすからねこの小敷をね。維新クズすぎんだろ、最後まで知事をかぶった維新のせいで人命が、
さっさと辞職して逃げ出した副知事は保身の嗅覚に優れてたな、副知事さっさと辞めて逃げ出してんですけど、これも一瞬になって職員怒鳴ったりしてたって、これもダメだろ、刑事事件になるかも、法的に可能でも倫理的にダメだろ、まあ、道理としてダメだよ、調査結果待たなきゃ、で公益通報じゃないってなったら言いがかりつけたんだなっていうことで処分できるけど、無実の罪じゃんまだ、裁判の判決出てねえのに鞭打ちとかやっちゃうようなもんじゃん。自分に向けられた批判は全て事実無根の誹謗中傷だって言っておいて、ちゃんと調査される前に告発者を握りつぶそうとしてるんだもん、すごいよな。いや、亡くなった方に妻子いらしたのか記事から不明ですけれども、なんか奥さんはいるみたいですね。で記者会見とかやって、最後の音声とかも公開してるみたいなんですけど、詳しくないですけど、もしいらしたら私が許す、仇討ちで決着つけてください。亡くなった方の親御さんも加勢していいですね。多分親御さんも存命でしょうから。スターリンの大粛清も真っ青のことやってますね、これね。無理やり、結果的に命まで取ることになってさ、この方の他に2人亡くなられてるんだってね。その伊予木部誠さんと、もう一人職員の方、興味なくて、兵庫県、兵庫県といっても、地方のことだからと思って興味なくて知りませんでしたが、やばいですねこれ。県職員なんて多分ね、厚顔無恥の政治家と違ってメンタルが強い政治家と違ってエリートコース歩いてきてわずかな失点も恐れる打たれ弱い属性なんだからね。停職3ヶ月っていうのに絶望しちゃったんでしょうね。その後も出世も見込めないだろうしね。知事の処分をおねだりに負けた人事局も同罪ですね。それとも知事のここまでの独裁が許されるっていうシステムの問題があるな。知事の意向で法的に可能と主張した包庇も地獄行き。この弁護士ね、こういうね法をねじ曲げて、邪悪を行うやつを包庇って言いますね。この小敷知事、自民と維新の応援で当選したらしいんですけど、百条委員会設置に最後まで抵抗したのが維新だったそうであります。自民は早々にこれはダメだって見切りつけて設置に賛成って回った、維新の市議会議員がですね、斉藤は維新党員じゃありませんって言い訳してましたけれども、首長首長は大抵無所属名乗るもんで言い訳になってないですね。この異常な小敷変わった維新もまた異常です。こいつが辞めずにしがみつけばしがみつくほど、百条委員会が進めば進むほど維新の異常さが知れ渡りますよね。利権欲しさの都構想で住民投票大失敗、2回も失敗。利権欲しさの万博が大不評。ここに来て異常者知事の逆風を浴びまくって、なんでこんなことにって、維新の関係者は思ってるだろうけど、全部維新の自業自得なんでね、全然同調できませんね。パヨとマスゴミが大好きな石破茂67歳、総裁選出馬を正式に発表。推薦に20人集まったんだ。そいつらそれが黒歴史にならなきゃいいけどね。石破が掲げる政策がこちら。原発ゼロへ、夫婦別姓導入、同性婚に前向き、移民政策に前向き、北朝鮮への制裁に疑問などなど、なんでこんなやつが自民にいるんだと大好評を博しておりました。なるほどな、パヨとマスゴミに大人気なのも納得ですよね。世論です。お前は立憲共産党に行けよ。自民党から出て行ってもらいたい。立憲の総裁選と勘違いしてないか。どうせ女系天皇も賛成なんだろう。こんなのが総理になったらおしまいだ。立憲の代表選に出馬すればいいのに。こんだけ電気代が高騰してるのに原発ゼロってバカなのか。中身パヨなのになんで自民に戻ったんだろうと。なるほどな。過去にとある在日韓国人が言ってました。石破さんだったら自民党政権でもいいって、こういうことだったんですね。自民にいながら立憲の政策を実現しようとする男、パヨチンどもも応援するせざるを得ないですねこれ。今回出馬にあたってですね、総決算最後の挑戦とか言ってるらしいんですけど、67歳、パヨの言うことなので全く信用できません。なぜならパヨっていうのは嘘とデマを用いてパヨ界での地位向上を目指すものの総称だからでありますね。フェミがツイッターで日々憎まれ口叩くのはですね、パヨ界
ていうか、まあ、フェミ界か、そこの場合はフェミ界で認められるためなんですよ。で、あの地位が上がるとですね、まあ、あの北京の大学の教授になれたりっていうご褒美がもらえますね。学術会議に入れてもらえたり、土台が嘘つきなのかな、そりゃ嘘つきますよ。嘘はパヨの唯一の武器だし、それ禁じたら手も足も出なくなっちゃうもんね。メリン神父、悪魔の声に耳を傾けるな、あいつらは嘘が武器なんだ。これエキソシストのセリフなんですけど、メリン神父がベテランのおじいちゃん神父で、カラス神父が、まあ、あの主人公と言ってもいいかな、若い神父なんですけれども、まあ、あの惑わされそうになるんですよ、カラス神父が。でメリン神父が、あの悪魔の武器は嘘なんだって、言っておりました。在日韓国人、納税も三大義務も果たしているのに、投票権がなく意思表明の機会も与えられていない、悔しさとやるせなさで唇かみしめてる。納税も三大義務もっておかしいぞ、日本語が。納税は三大義務の中に入っとるぞ。あとはあの三大義務、納税、勤労、教育でしたっけ。教育は義務でもあるけど権利でもあるんだぞ。まあね、納税も三大義務もは日本語としておかしいと思います。だって三大義務の中に納税が入ってるから。生活保護の受給は本来ならできないのにごねてもらっとるやろお前ら。優しくしすぎて勘違いさせた、日本が悪いな。これは言うほど義務果たしてるか。そういう国だと知ってて日本にやってきた先祖を恨め、帰化したらよろしいかと。帰化する気はないのに政治参加はしたいんだ。ふーん、永住資格は取り消されることもあるんだぞ。祖国の投票権あるやん、祖国の投票楽しめよ。そんな厚顔無恥なことよく堂々と言えるね。在日外国人、納税してるのに、よく言いますね、参政権よこせってね。多分あの何百億円もアメリカに納税してるイチローだってね、大谷だって帰化しない限り選挙権なんかもらえませんよ。そして日本人はそれに文句言いませんよ、それ当然だと思う。最近ですね、永住者の税金滞納率は日本人の 3,4 倍って報道あったんで、言うほど義務果たしてないよね。あなた嘘ついてませんか。帰化できない理由がなんかあるのかもね。本人の犯罪歴とかですね、近しい親族に反社がいるとかね。まあ、本人の犯罪歴は全然同情できないけど、自分が悪くない親族の反社っていうのは、まあ、同情しますけどね。韓国大統領選挙の投票はですね、帰国せずとも日本でできるんですよ。韓国の蔡英文政権は持ってるが、日本のもよこせって、そんな2つもね、選挙権持つなんて貴族なまねは許されないね、特権はね。なんでお前だけ。にしてもですね、もし大谷が米国にですね帰化したいって言ったら大喜びで即日認められるんだろうな。お父さんお母さん岩手のね、悲しむから、そんなこと言い出しちゃダメだろう。今日の単身です。ふるさと納税で50億円を失った前川明夫、練馬区長78歳、自治を沈没させる制度だ、学校一つ建てられたのに、とぶち切れておりました。と、全体の流出額は約1兆円だそうでございます。練馬区が50億円、そんだけあの地方の集まりっていうことなんで仕方ないんじゃないのかな。地方から来てる民の集まり、私だってそうだしね。ふるさと納税、個人的にはチートだよなって思ってます。まあインチキだよな。滅びるべき自治体がそれで延命って、あの自由競争で切磋琢磨の原則から外れてると思うしね。私はね、あの平等より公平を目指すものであります。能力がないダメな自治体はそれに見合った状況になるのが公平で、下手に救わない方がいいなもなって考えております。そういえばあの日テレ株主総会ね、前に並んだ10人ほどの経営陣に女性は1人だけでした。そんでよくね、あの 25% を女性議員にって、結果平等のクォーター制とか押せるよなって挙げれてます。日テレ経営陣にですね、平等と公平の違いが分かる人なんか誰もいないんですよ。むしろ日本人が誰もいないって、いうことかもしれない。子ども家庭庁は、婚活支援にも手を出すわと発表。子ども家庭庁、これ与えられた5兆円って予算何に使っていいか分かんねえ。無駄遣い
じゃないのかな。政府がやってもろくなことにならんと話題になっておりました。断言します、そういうのを官がやっても絶対いい効果上がりません。トンチンカンなることやって、怪しい社団法人に公金徴収されて議員にキックバックっていう未来しか見えないですね。結婚する気がない人、望む相手が見つからない人に結婚しろしろっていうのは残酷なんですよ。なので私の少子化対策はですね、既婚夫婦に、結婚してる若い夫婦にもう一人産んでみないっていうのが私の少子化対策。扶養一人当たり300万円税金控除しますって、3人いればね、年収1000万の人までほぼ無税になりますって。まあ国保税と消費税は取られるんですけどね、所得税の話。じゃあ俺は6人頑張れば無税なのかって、年収2000万の人がそう思うかもしれないし、そう仕向ければいいですね。とにかく結婚してない人に結婚しろしろは残酷だし、個人の人生の選択に他人が口出すべきじゃないと思います。私、こういう相手じゃなくちゃ嫌だって言って、それを貫いてる人はそのね、選択、こういう人じゃなくちゃ嫌だ、いないけどっていう選択を尊重してやれって思うんですよね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。